パールズ・フレデリック・サロモン・パールズは、ドイツ系ユダヤ人の精神科医、精神分析医。後に、ゲシタルト療法という心理学理論、心理療法の一つの学派を創設する。短縮名として、フリッツ、フリッツを自称としても使用していた。フリードリ・ヒザ・ロモン・パールズとして、ベルリンで生まれる。ベルリン大学医学部を卒業、フランクフルトアムマイン、ウィーンで、 精神分析の訓練を受ける。1932年にフロイト派精神分析家の資格を得る。しかし、ナチスの勢力が増してくるにつれ、自身への迫害を恐れて1933年にオランダへ逃亡する。1935年には、南アフリカヨハネスブルグで妻のローラと精神分析研究所を設立。その後、マリアンスケーラーズニエにて開催された、 国際精神分析学会でジークムントフロイトと対面するが冷たくあしらわれ発表自体も歓迎されなかったため精神分析と決別する。1942年にはエゴハンガーアグレッションという精神分析からの決別を表した本を出版している。またこの中で自らの考え方をコンセントレーションセラピーと名付けている。 これが今でいうゲシタルト療法であり、この理論の生まれたエピソードである。その後、第二次世界大戦の波が南アフリカにも押し寄せて、来たことに伴い、アメリカ合衆国へ渡る決心をし、53歳の1946年の夏、ニューヨークに渡る。はじめは、ウィリアム・アレンソン・ホワイト精神分析研究所にて、臨床を続けた後、独立して、 全米を講演とデモンストレーションの暗夜をするが、セラピーグループを始めたり、更新の要請を行ったりした。1951年には、ゲシュタルトセラピーを出版した。この本の中でも、精神分析に対する批判が論じられているが、成長とは何か、現実、人間性、社会、自己概念について論じられている。1952年、ニューヨークゲシュタルト両方形、 これ以降、パールズは、ゲシュタルト療法という名称を用い始める。1954年には、クリーブランドゲシュタルト療法研究所を開設。1962年には、世界旅行に出て、途中来日し、東京と京都を訪れている。京都は特に気に入ったようで、大徳寺に2ヶ月間滞在し、座禅を組んだという。その後は、エスリン研究所のレジデントとなる。 この研究所は、ヨガや宗教的経験、エンカウンターグループなどを心理学や芸術の領域に加えて取り上げる研究を行っていた。1965年に 3E アプローチズ2、ファイコテラッピーがビデオ収録され、その第2部として、パールズのインタビューが録画されている。1970年3月14日、ヨーロッパ旅行から帰国した直後、シカゴで死去。 ありがとうございます。